バファローズ先発は山岡です。初回は3者連続三振で素晴らしい立ち上がりを見せたんですけども、2回ウィーラーが山岡の失投を見逃しませんでした。レフトへのソロホームラン、1点を先制します。イーグルス先発は安楽です。先制点をもらった後の3回の表、バファローズの方は大城に今シーズンの初ホームランが出ました。これが同点ホームランになりました。1対1。4回です。バファローズ今度はこの人に今シーズンの第1号が出ました。ロメロの一発、これで2対1とバファローズ1点リードに変わります。その裏です。山岡から浅村が2試合連続ホームラン、今シーズン初めての右中間への一発、これで同点に追いつきます。2対2とします。ここまでは両チームともホームランによる得点。5回の裏です。イーグルスは2アウトランナー3塁、チャンスを作って今日も1番に入っている茂木、高めの球をセンターの左へ、タイムリースリーベースになりました。これで3対2、イーグルス1点リードと変わります。さあこれで6回の安楽です。安楽はこの回2アウトランナー2塁1塁でメネセス、レフトへの同点タイムリー、そして頓宮にもタイムリーを許します。バファローズこれでこの回2点取って逆転に成功しました。4対3としました。7回には森原がマウンドに上がりました。素晴らしいピッチングを展開しました。2者連続三振の後、福田をセンターフライに取っています。そして7回の裏、いいリズムを森原が作って2アウトランナーなしから、足立も今シーズンの初ヒットがホームランでした。レフトへ同点のソロホームラン、4対4とします。ゲームはこのまま9回に入ります。この回から青山がマウンドに上がって、バッターボックスには頓宮、ルーキーの2試合連続ホームラン、プロ入り2本目のホームランで、これで5対4 1点リードと変わります。そして抑えの増井が9回の裏マウンドに上がりました。先頭バッターのブラッシュセンターフライ、続く大越三振で2アウト、最後は足立をサードゴロに打ち取ってゲームセット。これで増井はプロ通算節目の150セーブ、バファローズが5対4、イーグルスを下しています。